さて、 J1 昇格を目指した戦いはいよいよ2巡目に突入です。サッカー J2 のヴァンフォーレ甲府は今日アウェイでコンサドーレ札幌と対戦しました。J1 昇格を射程圏内に入れている4位のヴァンフォーレ、前半30分にはダニエルのロングボールから前線にいたキム・シンヨンが相手ディフェンダーをかわしてシュート。35分にはセットプレーから秋元がヘディングシュートを放ちますが、ゴールネットを揺らすことができません。後半25分、そして試合終了間際にはピンチを招きますが、ゴールキーパー小木を中心とした固い守りで防ぎます。無失点にしのいだものの、決定打に欠いたヴァンフォーレは結局0対0の引き分けに終わり、今シーズン3度目の3連勝はなりませんでした。これで通算成績を10勝5引き分け3敗、勝ち点35で4位のヴァンフォーレ、次は来月3日ホームのコセで愛媛 FC と対戦します。サッカー J2 のヴァンフォーレ甲府は今日アウェーでコンサドーレ札幌と対戦しました。2連勝と勢いに乗るヴァンフォーレ、出場停止のフォワードマラニョンを欠き、前の試合で J リーグ初ゴールを決めた2年目の井沢をスタメンに起用します。一進一退の攻防が続く前半30分、一本の縦パスにキムが反応します。抜け出したキム・シンヨン、ペナルティーエリア中、キムのシュート、ゴールマウスの左、惜しくもゴールにはつながりません。ここでスペースが空いている森田。0対0で迎えた後半52分、キムがフリーでボールを奪います。まだ後ろへ伊沢、最後は伊沢がシュート、絶好のチャンスを生かせません。一方、足を痛めたキムがピッチを離れたわずかの時間、札幌が反撃に出ます。キリのシュート、ゴールキーパー小木が好セーブ、得点を許しません。結局両チームともチャンスを生かせず引き分けに終わりました。ヴァンフォーレ、次の試合は来月3日、ホームで愛媛 FC と対戦します。